はい、皆さんこんにちは。今日はですね、現在月夜のインターチェンジ、群馬県のインターチェンジから関越道に乗るところです。今日はですね、ここから、日本の山岳トンネルとしては最長の、関越トンネルを走ってみたく、関越自動車道に乗るところです。実は関越自動車道、関越トンネルとも生まれて初めてなので、下道でここまでやってきたんですけど、ちょっと時間的都合で、本当は湯沢はインターチェンジから乗りたかったんですけど、月夜のインターチェンジから乗りました。じゃあこのまま関越トンネルを目指したいと思います。はい、ここからは3倍速でお届けします。関越トンネル、ここからですね。めっちゃいろんな音声が早回しですけど、はい、ここが関越トンネルです。現在は下り側ですね、関越自動車道の、新潟県方面を目指しています。2021年11月現在、日本最長トンネルは山手トンネルになっているんですけど、これはあれ地下のトンネルですので、関越トンネル、山岳道路トンネルとしては現在のところ日本最長のトンネルとなっています。比較的ですね、エナサントンネル、あとですね、長いトンネル、飛騨トンネルとも走ったことがあるんですけど、関越トンネルは基本的にものすごくまっすぐ、すごく走りやすいですね。それで多分こちらのトンネルも一部天井が取り外されたみたいなんですけど、だから上側の開放感があって、だから皆さん本当飛ばしてますね。時々追い抜かされるんですけど、いい速度で走ってます皆さん。新潟県、群馬県の県境はもうすぐだったかな。おお、めっちゃ速。県境見当たらないですね。ちょっと私も遅かったんで追い越しさせてもらいました。で、ここからライトの色が白色に変わります。これなぜ色が変わるんでしょうね。3倍速だと結構気持ちいい感じかな。はい、出口側のカーブに入りました。ということで新潟県側に無事に出ました。ちょっと寂しいパーキングだな。はい、ということで無事に新潟県に入りました。私この辺の地理感覚が全くないんですけど、すごく走りやすくていい道でしたね。この後山沿いにすごい観光地化したゾーンがあってちょっとびっくりしました。ということで最後まで見ていただきありがとうございます。ということでバイバーイ。